桃鉄に飽きたら中日本編第1集。この動画は記念切符に見る日本の鉄道地域史クイズとしてお送りいたします。今回は愛知県にまつわる問題を全8問うち直接お答えいただく短答式クイズ2問が含まれています。問題読み上げ5秒後のチャイムの後にお答えください。準備はいいですか？ご覧の地図は1978年3月と2021年12月の時刻表、愛知県とその周辺の鉄道路線図です。始めます。第1問。第三セクター愛知環状鉄道の前身となる岡崎と新豊田をつなぐ国鉄岡田線、岡田の田にあたる漢字はどれですか？答えを選択してください。正解は多治見の田です。多いという字ですね。昭和初期、岡崎、衣というのは挙手するの挙と母という字を書きます。豊田市の以前の地名ですね。この衣は今町名や駅名に残っています。その衣から瀬戸、多治見、稲沢などをつないで東海道本線と中央本線とを結ぶ岡田線、瀬戸線が構想されました。これはなかなか日の目を見ませんでしたが、30年余りのうちようやく着工、1970年国鉄岡田線として、東海道本線岡崎から貨物営業が始まり、1976年新豊田までの、開通を機に待望の旅客営業が始まりました。新豊田以北については終点を構造時に変更をすることにし、引き続き延伸工事が進められていましたが、モータリゼーションの進行を理由に廃止の方向が打ち出され、工事も凍結されてしまいました。第2問。岡田線を引き継いだ愛知環状鉄道が環状になっていない理由もわかりますね。その通称愛環が走行する西三河地方を流れる一級河川の名前は何ですか？1、矢作川、2、八田川、3、庄内川、4、巴川。正解は1番、矢作川です。新幹線や東海道線からも眺められますよ。第3問。ここは短答式クイズです。まずこの歌をお聴きください。ご存知、鉄道唱歌です。この歌にある東海道で海の眺めが素晴らしいと歌われている快速も止まるこの詩の代表駅はどこですか？直接駅名でお答えください。正解は蒲郡、蒲郡駅です。三河湾に浮かぶ竹島周辺は昭和を代表する文人たちが愛した名勝地として知られ、菊池寛、谷崎潤一郎、志賀直哉らの作品の中にも生き生きと描かれています。この蒲郡を開発したといわれる平安時代後期の藤原の年成、春勢とも言いますね、は公家であり千載和歌集の選者として知られる歌人でもあります。三河の国司を務めたことから温暖なこの地を気に入り開発したと言い伝えられています。第4問。現在名鉄で新線を名乗る唯一の路線である知多新線の終着駅はどこですか？1、宇都宮、2、高和、3、碧南、4、竹豊。正解は1番、宇都宮です。外洋に面していることもあって愛知県内でも特に夏になると海水浴客でにぎわうところです。第5問。名鉄豊田新線、現在の名鉄豊田線が
相互直通運転する名古屋市営地下鉄の路線は何ですか？ 1. 桜通り線 2. 鶴舞線 3. 東山線 4. 名城線。正解は2番鶴舞線です。名鉄豊田線は赤池で地下鉄に入り、上小田井駅で名鉄犬山線に乗り入れます。また名古屋市地下鉄については別の機会にクイズとして取り上げたいと思います。 JR でもなく私鉄でもない、はたまた第三セクターでもない会社が運営する鉄道とは、それが城北線です。この城北線、 JR 東海の 100% 子会社株式会社東海交通事業が運営しています。ミステリアスな路線と言われるのはそれだけではありません。調べてみると面白いですよ。その城北線からの問題です。第6問。東海道線側の乗り換え駅、琵琶島駅に隣接する尾張星宮駅から徒歩20分、現在天守閣などが再建されているお城の名前は何ですか？半島式クイズです。直接お答えください。正解は信長の居城、清洲城です。1560年桶狭間の戦いに勝利し、ここ清洲から天下統一への第一歩を踏み出した城です。第7問。5500形式テンダー機関車と同じ生産国の蒸気機関車が登場する映画は何ですか？ 1. 東京物語 2.ミッションインポッシブルシリーズ7 3. ポーラーエクスプレス 4. バックトゥーザフューチャーパート3。正解は2番、ミッションインポッシブルシリーズ7です。この映画はイングランドで撮影されています。使われた機関車も英国製です。ちなみに1番の東京物語は日本製、3番4番はアメリカ製の機関車が撮影に使われています。問題の切符にデザインされている機関車は明治時代を代表する旅客列車用蒸気機関車の一つであり、日本鉄道の主力機関車でした。明治27年英国ピーコック会社から輸入されました。軽快な軸配置で高速性能が優れ、優雅な形態は機関車愛好家の人気の的で、当時の東海道線等の幹線の花形機関車でした。最後の問題です。名鉄瀬戸線は名古屋の中心栄に乗り入れたのが1978年、それまでの起点の駅はどこでしたか？ 1. 大津町 2. 土井下3. 東大手 4. 堀川。正解は堀川です。なぜ堀川がターミナル駅だったのかというと、貨車で運んだ瀬戸焼などの貨物を堀川の水運に接続させるためでした。ここから船に積み替えて名古屋港に運んだのです。大阪でいうと貨物輸送があった時代の道頓堀川と接続していた現在の JR 難波駅のような存在です。終了します。いかがでしたか？愛知県といえば名鉄 JR が縦横に走行しているところですが、まだまだ知らない文化や面白スポットを豊富に抱えているエリアです。2021年のクイズはここまでです。さて、1872年10月14日に新橋横浜駅間が開業してから2022年は鉄道開業150年です。次回は横浜にスポットを当てて横浜市の鉄道クイズをお送りいたします。チャンネル登録がまだお済みでない方は右下をワンクリックお願いいたします。何かいいことが待っていますよ。ボタンをタッチしてね。